皆さんこんにちは、ユリアと申します。それではラッシュ&ドリーム、今回から新しいキャラクターを攻略していこうと思います。名前のところがハテナなのはまだ名前入力をしてないからです。あー、とうとう来ちゃったんだ。はあ、まだ眠いや。お、キャーク、ごめんなさい。あー、トモシャの差し入れのババロアが。はい、今回攻略するキャラクターはダビデです。お、ナイスキャッチ。うっそ、この人ラケットで受け止めちゃった。それになんて長いラケット。ジジイが食ってんババロア。あ、なんかこの入りもいいな。あ、バネさん、バネさん、ちょっとタンマ。おう、バネさんすごいっすね。うるせえ、このダビデが聞き飽きたぜ。な、何事ですか。なんかハテナがいっぱいあるから、どれがどれなのか。六角柱は相変わらずだね。六角柱、富士先輩、この人たちお知り合いですか。おさえさん、富士、やっと登場か。声楽が最後だよ。だって遠いんですもん。知らないけど。さえぎ、久しぶりだね。元気だった。フル先輩楽しそう。よっぽどこの人と仲がいいのかな。ごめん、二人で話し込むところだったね。彼は六角中の佐伯だよ。知ってる。私の名前は声楽1年の黒宮ユリアです。俺は六角中3年佐伯小次郎。よろしくね。よろしくお願いします。俺は六角中3年黒羽春風だ。ダビデの寒いギャグには笑うなよ。つけ上がるからな。いや、今回笑っちゃうかもしれない。バーネさん、いつも乱暴だな。面白い。あ、俺は六角中2年天音光。よろしくお願いします。バーネさんってよっぽどダビデのギャグ聞き飽きてるんだな。あ、ババロア受け止めてくださってありがとうございました。六角柱って聞いたことあります。千葉の古豪だって。確か部長さんが1年生なんですよね。すごくうまいんだろうな。これっておじいが指名したんだよね。ああ、ケンタロウの強さは半端じゃないよ。練習で見られるから驚くなよ。じゃ、俺たちはこれで。また練習で会おう。はい。あ、富士先輩、私たちも荷物を置きに行かなくちゃ。それじゃあ失礼します。じゃあね。はい。はい。お、よし、完璧。初日から気合が入っているようだな。お前は見どころがありそうだ。ありがとうございます。やった、サラダ先輩に褒められちゃった。よし、やっぱ苦手だわ。あー、もうダメ。今日のダッシュ練習はここまで。遅いさん、お疲れ様。随分と頑張ってるね。お疲れ様です。ここには強くなるために来てますからね。練習を怠けてたら意味なくなっちゃいますもん。さすが富士の後輩だね。そんなことを言いつつも全然辛そうじゃないところとか。サイさんって富士先輩とお知り合いなんですか。朝も親しげに話してましたけど、幼なじみだよね。まあ知り合いには違いないね。六角と声楽は練習試合もよくやっていたから。期待できる1年の女子が入ったって富士が言ってたけど、あれって君のことだったのかな。多分そうです。私なんてまだまだですよ。
あ、前から聞きたかったんですけど、いいですか？六角の皆さんって木のラケットを使ってますよね。あれってどうしてなんですか？あれはおじいの特製のラケットだよね。今じゃ木のラケットなんてあまり売ってませんよね。それなのに珍しいっていうか。俺たちのラケットは手作りなんだ。だからダビデみたいな長い絵のラケットにすることもできるんだ。お、俺のこと呼んだっすか、サエさん。わあ、本当に絵のところが長い。近くで見たらさらに長く見える。木のラケットか。私にはサエさんの方が使いやすいかな。でも木のラケットって古臭いかも。これはダメだよ。長いラケットを使うアマネさんはすごい。長いラケットを使うダビデはすごい。こんな長いラケットを使うダビデってすごいですよね。私じゃ無理だもん。お、そうかな。コツさえ分かればきっと大丈夫。ダビデのテレ顔を初めて見たかも。あれ、ダビデどうしました？何か考えてるみたいですけど。ラケットを考えてボケっとする。え、うわ、何すんだバネさん。え、これどの部分がシャレなの？あ、また何度言やわかるんだ。つまんねえダジャレを言うなって、このダビデが。六角の人たちって変わってるな。でもみんな自分にぴったり合ったラケットを使ってるってことか。強くなるのもわかる気がするよ。カモン。よし、完璧。ベリーグッド。おい、初日から随分飛ばしてんじゃねえか。たく、お前らしいぜ。ありがとうございます。やった、アクス先輩に褒められちゃった。集合。これより本日の練習試合を行う。対戦相手は公平にくじで決める。順番に引き試合を始めてくれ。はい。ダビデお願い。ダビデお願いします。俺がいいとお願い。まあ似てるっちゃ似てるけど。そういうことなので本当にお願いしますよ。ダビデを選んじゃって大丈夫だったかな。大丈夫だよ。お、勝ってる。お、水木さん。てかあそこに水木さんいなかったな。ではラケットをこっちに変えて。プレイ。行きまーす。お、やった、ラッキー。アウト。お、本当だ、ラケットがいつもより長い。そら。お、ありがとう。サーティーラン。行きまーす。おお、奇跡。やったね。そしてすぐに構え直したよ、ヒヨシ君。フォーティーラン。やったラッキー。アウト。校長も校長、校長先生。長いよ。ゲーム、アマネペア。プレイ。イエイ。やり。ラブフィフティーン。ちょっとアウト。フィフティーンオール。てかアウトして下打ちしてたよ。
イエーイ、やりー、フィフティーンサーティー、ぬあ、任せろ。あー、ちょっと今のは難しかったんじゃない。サーティーオール。わあ、やられた。えっ、しかも追いつけないっていうね。フォーティーサーティー、大丈夫。はい、よし、やったね。デュース。はっ、うわ、マジか。あ、また追いつけないや。アドバンテージサーバー。ゼロ、お願いします。ちょっと、アウト。当然でしょう。ゲーム開く。よし、ペア。はい、やったー。初戦ですごい苦戦したんだけど。アマネペア、ゲームセット。こんな長引く、こんな長引くとは思わなかったよ。なんだろう、何が悪かったんだろう。よし、勝った。このジュニア選抜、私だって十分通用するんだ。もう補欠って呼ばせない。次は、次こそは絶対にお前を倒してやる。いいですよ、いつだって受けて立ちますから。やりましたよ、ダビデ。今日の私、絶好調みたいです。うん、絶好調じゃなかったよ。校長、校長、校長先生。それ試合中も言ってたね。補欠の私がどこまでできるか不安だったけど、ダビデのおかげで勝てました。今からは補欠と違う。補欠と思うと墓穴を掘る。今確かにそうですけど。ダビデ、ありがとうございました。お前とはまたペア組みたい。組みたい、組みたいぞ。ちょっと2行目はいらないかな。もうダビデったら。でもこれからも私頑張ります。こうして今日の練習試合は終わった。合宿初日だもん。目が冴えちゃってるし、気分も落ち着かないよ。散歩でもすれば少しリラックスできるかな。よし、ちょっと合宿所の中を探検してみよう。へえ、結構広いんだな。迷子になっちゃいそう。あれ、食堂に明かりがついてる。誰かいるのかな。わっ、何この熱気は。いろんな学校の人がいる。しかも力の強そうな人ばっかり。何の騒ぎですかこれ。お、なんだ、お前もか。ももちゃん先輩、お前もかって何がですか。今から親睦を兼ねて腕相撲大会やるんだよ。飛び入り参加は大歓迎だぜ。あの、ももちゃん先輩、私は一応女の子なんですが、応援にしときます。おっと、悪い悪い。そうだよな、女の子だったよな。ももちゃん先輩の応援はしません。そう怒るなよ。すれねえな、すれねえよ。で、
本当のとこは誰を応援するんだ。また読もうとしちゃったよ、ここ。誰を応援しようかな。ここにいるのは、いた。ダビデ。ダビデを応援します。あれ、よろしく。もう急な指名でダジャレも言えなくなっちゃったよ。今の沈黙は何？多分ダジャレ考えてたんだよね、きっと。ひょっとしてダジャレが出てこなかったのかな。試合はトーナメント戦でどんどん進んでいき、あっという間に決勝戦。よし、気合い入れて応援しなくちゃ。まあ来るぞ。そんじゃ決勝行きますよ。おい、掛け声頼むぜ。はい、それではレディーゴー。目が、押されてる。負けるな負けるな。頑張れ、そこだそこ、一気にいっちゃえ。すごい、一進一退の攻防だよ。今だ、いけいけ。勝負がつきそう。痛いよねこれ。やった、ダビデの優勝だ。また目立っちまったぜ。応援ありがとう、サンキュー。これダジャレ？ありがとう2回言っただけじゃん。ここはバネさんのように突っ込むべきなのかな。おい、お前たち、これは何の騒ぎだ。親睦です。真田さん、タルンドル、この後消灯時間までこってりと絞られちゃった。真田先輩怖かったけど、すっごく楽しい時間が過ごせたな。今日は疲れたな。まあ初日らしい、仕方ないよね。明日も頑張ろう。おやすみ。久々の無人島の夢だ。あれ、ここって浜辺？なんで私たらこんなところにいるのかな。おまけに服はボロボロだし。思い出してきた。私は豪華客船王子6世号に乗船してたんだっけ。なんで今まで自分の設定を忘れちゃったんだろう。まあいっか。輝く南の海を進む船の旅は快適そのもので、私たちは優雅な船旅を楽しんでたんだけど、それが昨日突然の嵐に飲み込まれて、船も木の葉のように揺さぶられる羽目に。これが後のドキドキサバイバルにつながるのかな。まあまだやったことないんで、どんな内容かはわからないけど。それどころか、ついには船は高波に飲まれて沈没。私も海に投げ出されちゃった。まあこうしてどこかの島に流れ着けたんだから、まだ運がいいのかもしれないけどね。誰かいませんか？いたら返事してください。波の音しか聞こえない。あの沈む船から助かったのって、もしかして私一人なのかな。これからどうしたらいいの？助けを呼ぶにしても私一人じゃ。おーい、誰かいないか？いたら返事をしてくれ。サエさん、あれ、今人の声が聞こえたような。おーい、誰かいないか？いたら返事をしてくれ。声が近づいてきたよ。返事がないのは変じゃない。変じゃないわよ。誰？ダジャレ？突っ込んでみるか。変じゃないわよ。変じゃないわよ。誰もいなければ返事はない。なんで真面目に返事してるの私。君は王子6世号に乗っていた子じゃないか。よく無事だったね。あなたたちもあの嵐で船から投げ出されたの？それで船は。残念だけど沈んでしまったみたいだ。浜辺に漂着物があったよ。そんな、これからどうすればいいの？サエさん、そろそろ時間だ。
みんな待って。もうそんな時間か。じゃあ俺たちも調査を終わりにしてみんなのところへ戻ろうか。あの、私も連れてって。みんなって私たちの他にもこの島へ流れ着いた人がいるんですか？ああ、そうだよ。とりあえず詳しい話はみんなと合流してからにしよう。じゃあ、あの船から助かったのはここにいる7人だけってこと？島に流れ着いたって意味では僕たちだけみたいだね。あとの人たちは？手分けして島中を捜索してみたけど、出会えたのは君だけだったんだ。みんな大丈夫かな？俺たちが流れ着いたのだってかなり運がいいってことだ。悪くすりゃ海の底だからな。それでこれからどうするよ。島の周りどこを見渡しても海ばかりだぞ。俺たちだけで何とかしてこの島から脱出しないといけないってことなんだぜ。じゃあみんなでイカダ作りましょう。私たちだけで脱出以前の問題だよ。嘘でしょ、そんなのできるかな。前回これだったから。そんなのできるかな。そんなのできるのかな。先行き不安だよ。落ち込んでいても仕方がないよ。みんなで力を合わせて頑張っていこう。おお、健太郎心強い。さすが部長。まったく健太郎はこんな時にも前向きだな。それじゃあしばらくはこの島で暮らすことになるから、生活に必要なものを探すとしようか。とりあえずは水と食い物だな。どこかに泉でもあればいいんだけどな。オアシスとかないかな。泉なら捜索の途中で見つけているよ。それと向こうには果物がなっている木もあった。おお、さすが涼さん。早速果物を取りに行こうよ。僕もうお腹ペコペコなんだ。果物取るのは楽だもん。また来るぞ。うわっ、ちょバネさん、マジやばいって。同じカットだけど着ている服がちょいちょい違うんだよね。うるせえこのダビデ、こんな時につまんねえダジャレ言うんじゃねえよ。バネさん、今の間何？うわ、言ったそう。二人とも遊んでないで早く行くよ。仕方ないな。俺たちは先に行ってようか。あのお願いがあるんですけど。なんだか体がベタついちゃって気持ち悪いんです。できたら体を洗いたいんですけど。あ、そうか、気がつかなくってごめん。じゃあ泉まで一緒に行こう。泉なら俺とダビデが見つけたから場所もわかる。案内するよ。お願いします。でもタオルとかどうすんだろう。飛び込んだよ。あ、飛び込んでないや、滝の音だったわ。うわー、綺麗な泉。この島にこんな場所があるなんて。やっつみょの水、冷たくて気持ちいい。危険な動物には出会ってないけど、もし何か危ないことがあったらすぐに俺たちを呼ぶんだよ。危険な動物には危険する、これだ。はい、わかりました。サイさんたちも気をつけて。あー、気持ちいい。一時はどうなるかと思ったけど、とりあえず一安心だよ。私一人じゃ困っちゃったけど、サエさんとダビデが頼りがいがある人ばっかりだし。ん？サエさんとかダビデとか頼りがいのある人ばっかりだし、なんか今日読み間違い多いな。そうよね、なんとかなる気がしてきた。私も頑張らなきゃ。そろそろみんなが帰ってくる頃ね。水から上がって髪を乾かさないと。何、誰かいるの？何今の音。あのヤバの向こう誰かいる。まさか覗き？誰？
もしかして木更津さんですか。葵くん出てきなさいよ。アマネさん、アマネさんでしょ、そこにいるの。ダビデしょ、ダビデでしょ、そこにいるの。キャー、あれ違ったの、ダビデじゃなかったの。あ、ノウサギ。まったくもう脅かさないでよ、びっくりした。ダビデだと思ったのは私の早とちりだったわけね。よかった。またウサギかな。やっぱりこの泉って森の動物たちの飲み水場？ん？水飲み場？なんだ今日、私の調子悪いぞ。あ、ダビデ。おい、お前。今の叫び声は何だ？どうしてダビデが？お前の声が聞こえたんで、気になって見に来た。見に来たのは、見に来た子。見に来てないでしょ。うわっ、ちょっと何すんだ。そんなダジャレはいいから早く向こうを向いてください。私今何も来てないんですよ。うえー、見られちゃったのかな。どうなってんのよ、まったく。お前に水かけられたせいで戻ったら髪のセットやり直しだ。髪のセットとかこんな緊急事態によくできんね。大丈夫ですって、そんなに見られてませんよ。っていうか整髪料なんて持ってきてるんですか。海に落ちるときに船から持ってきた。お前にも貸してやろうか。いや、私いいです、つけないんで。使えませんよ。私の髪を見てください。ん？私の髪を見てくださいってどういうことだろう。これにしてみよう。ダビデ、私の髪を見てください。ダビデ、そういうことは私の髪を見てから言ってください。この髪型にはハードな整髪料はいりませんよ。あ、そういうことか。俺に任せろ。水浸しにされた礼も兼ねてお前の髪をセットしてやる。どうやってセットすんのよ。だからごめんなさいって何度も謝ってるじゃないですか。ごめんなさい。わ、全然反省してないな。ウサギに驚いていたところにダビデが現れたんですから余計にびっくりしたの。ビッグにびっくり。お前は嘘を言って驚いたのはそれが理由じゃない。ま、そうだけど。ドキッ。あの時俺の名前が聞こえてきた。覗きと疑われたわけだ、俺は。ごめん。やだな、覗きなんて思ってないですよ。ダビデがそんなことするはずないもん。俺は覗きから覗く。これあんまり好きじゃないの。そうそう、そうなんですよ。助けを呼ぶつもりでダビデの名前呼んじゃったのよ。そうなの。もしクマだったらどうしようかって思ったんです。私一人じゃ大変じゃないですか。いや、二人いても危ないよ。クマにはクマりますし。あはははは。面白い。今のよかった、なんとかごまかせたみたい。それにしてもこのダジャレ恥ずかしい。どうしたんだダビデ、急に先に行くなんて言い出してどうかしたのかい。いえ、なんでもないっす。すんません、サエさん。何も言わずに走り出したら俺も心配するだろ。ともかく無事でよかったよ。ダビデ走ってきてくれたの？ありがとう。ダビデ、私のことを心配してきてくれたみたいなんです。ごめんなさい。俺たちも悪かったね。君を泉に一人にしたのは危険だったよ。ごめんね。いや、そりゃ女の子だからね。いえ、そんなわがままを言ったのは私の方なんですし。パパが言ってもわがまま。ダビデ、もういいよ。それじゃあみんなのところへ戻りましょうか。サエさん、ダビデ、それに君も戻ってくるのが遅かったから心配したんだよ。
ごめんね、ちょっといろいろあって。心配かけてすまなかった、ケンタロウ。ちょっと森の中でいろいろとあったんだよ。そうなんです。遅くなってごめんなさい。そうだったのか。でもみんな無事なようでよかったよ。うん。それより見てよ、こんなにたくさんのフルーツが取れたんだよ。南国の島らしい多くの種類のフルーツが森の中にはあった。それ食べれるやつ？こんだけありゃ当分は腹を空かせずに済みそうだな。南国のフルーツ何個食う？また来るぞ。あ、また来た。今回来ないかなと思ったら。少しは黙ってやがれ。うわ、バーネさん、それマジやばいって。うわー、ダビデ、大丈夫？あっちゃ、大丈夫ですか、ダビデ。私たちの無人島生活はこうしてスタートした。みんな親切な人たちで寂しくはないんだけど、でも正直やっぱり不安かも。私無事にこの島から脱出できるのかな。弱気になったらダメだよね。頑張っていかなきゃ。女の子一人って結構心細いよね。3月2日選抜大会まであと5日。もう朝か、よく寝たんだよね。そうだよ、やけにリアルだったけど今のは夢だったんだ。なんでこの夢見たんだろう。まあいいや、とにかく起きよっと。はあ、早いな、もう朝か。今日も一日頑張ろう。おはよう。昨日はよく眠れたかい？サエさん、おはよう。あー、サエさん、それがちょっと変な夢見ちゃってあんまり…でっきゃー！なんで格好してるんですか、裸なんて！おいおい、大丈夫か？誰が裸なんて格好してるんだよ。目こすってよく見てろよ。なんで夢の時はキャーって言わなかったんだろう。え、そんな…目を開けるのが怖いよ。勇気を出して、せーの。あれれ、みんな裸じゃない。なんだ、よかった。私が寝ぼけてただけか。寝ぼけても寝ぼけ。うわ、危ねって、バーネさん。また来る？多いな。うるせえ、ダビデ。朝っぱらからくだらねえダジャレを聞かせんじゃねえ。これ毎回出てくるけど、スチルにというかサムネにした覚えがないんだよね。現実って言われてもあんまり夢と変わんないかも。それにしても恥ずかしい。みっともないとこ見られちゃったよ。みんななんて思っただろう。と、というところで今回はここまでにしたいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。